いのっちさんお願いします。あーきついのに当たってしまったな。まあ、きついのに当たったけど、まあ、これはこれでいいかな。まあ、選出も一瞬でね決める。これがあれですね、名前が出てこないけどあれですね、RTA の極意ですね。まあ、選出時間も相手よりは絶対早く、まあ、それを心がけます。相手をリスペクトして警戒してるからこそのプレーですよね。まあそれもあるんですけど、まあ、僕は今のは普通に命中不安打ちたくなかったって感じですね。イバンミミッキュ出したら勝てるよ。イバンミミッキュね、ちょっと難しいね。みんなの順位見に行こう。相手はレヒレから来る。オッケー。これもね確実にでかいんだよな、出しがちが。いやなんかね強いなボルトロス。なんか一周回ってボルトロスのダイマックス強くないか。ただねドサイドンが来た時だけちょっとめんどくさいんですよね。まあでもドサイドンがちょっとめんどくさいな。これドサイドンいる？ナットだと思うんだけど。いやいるか。いや相手ドサイドンをねしっかり投げてるのは偉いけど、これドサイドンの持ち物次第。ドサイドンの組み方次第だな。組み方じゃない、振り方と持ち物とかによって結構変わってくるんですけど、いやドサイめんどくさいな。この大ジェットがどんなもん入るかなんだけど、まあいいダメージ入ってるな、かなりいいダメージ入ってる。相手の裏がサンダードサイドン、レヒレ、ナット、ウーラ、ミミックでしょ。で、レヒレ、ドサイって来てるから、多分相手サイクル選出っていうのが一応考えられる。で、まあサイクル選出の場合は、レヒレ、ドサイ、あと1体が、まあナットレーだったりすることが多いで、ナットレーが来るんだったら、ダイナックル打ちたいけど、まあさすがにな。さすがに。ダイワックスしてきた。これは見ちゃれるんではないか。これ俺見ちゃれない。いやちょっと怪しいな。相手がチョッキとか持ってると怪しいけど、はい、似ちゃっていく。似ちゃっていく。オッケー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 。これは似ちゃったね、完全に。両刀ボルトロスは似ちゃれるね。完全に似ちゃったね。いやー、いいね、いいね。完全に似ちゃったわ。これは美味しい。マジで美味しい。しっかりと似ちゃったわ。つまらなくてもワンパンできそう。いやそうだね、これはどうしようかな。ここナットレーとか考えるんだったら、まあダイジェットとかから入りたいけど、割とダイジェット安定なんだよな。なんならダイナックルでもいいな。なんでもいいな。大サンダー打ってナットで来て、バカ力打って切って、まあいけるか。相手の戦術がこっちのパーティー見て、今のところレヒレドサイでしょ。絶対ナットいるよな。ナットでいるから、まあダイジェットでいいや。まあナットレーとかまで考えてダイジェットから入って OK。 相手引っ込める。
多分ナットレイかな。はい、オッケーオッケー、ナットレイが来た。で、あとはバカ力からのワイルドボルトとかで割と締めれるんじゃないかな。ダイジェットこれ半分ぐらいで、いや、いいねいいねいいね。ナックル安定、まあね、安定っちゃ安定なんだけど、なんかワイルドボルトの反動がでかすぎるから、できればね、レヒレ削っておきたいんですよね。だからワイルドボルトの反動とかも痛いんでね、まあ、ここはバカジカでいきましょう。これはボルトロスが刺さっていく。あ、まあ、ちょっと読まれたけど、いや、まあよほどのことがない限りはほぼほぼ有利な展開ではある。バカジカもいいダメージ入るからな。で、まあ、俺が一番嫌なのはナットレに回復されることなんで、まあ、バカジカ連打で切っていいな。いやー、でも、まあ、ワイルドボルトでいいか。ワイルドボルトからのバカジカとかでいきましょう。取りこぼさないってのが強い。まあまあまあ、確かに。ちなみに、あれだね。そんな、いや、あれだからね。順位は何でもいいですって言われて誘われて出てるから。ちなみに。はい、オッケー。で、まあ、ラスト、ナットレイはバカ力とエースバーンの火炎ボールで勝ちかな。うん。いいですね。いや、なんかそう、何でもいいですって言われて、なんなら俺主催のイロアと話し合ってここにしたからね。10勝1番乗りしたら他所の解説ですか？他所の解説はないね。